思わねえ。頑固だもんなあんた。どうした？すごく助かってるみたいな。部下の運営が楽になったって言ってた。俺も何度か様子見をさせてもらったが、お世辞じゃなく普通に雇いたい仕事ぶりだな。あんた手際がいいよ。こういった仕事をした経験があるのか？いい経験を積んできたんだな。そうか。喜んでくれたならよかった。役目がないと落ち着かないっていう気持ちはわかる。
あんたにやってもらっている仕事は子供の手伝いじゃない。ちゃんとした仕事だ。真っ当な仕事なら正当な報酬が支払われるべきだ。そうだろ？謝らなくていい。あんたはいい仕事をしてくれてる。だから報酬も正当だ。労働で得たもんなんだから使ってくれよ。あんたが働いてくれて助かってる。あんたも随分ここに慣れたみたいだな。あの騒音にも慣れた？慣れた、あれに。やあ、随分この国にも慣れたようだね。私にできる範囲であれば力になろう。よそ者の疑問というものをぜひ聞いてみたいものだな。
殺される前に紹介しておこう。うちの門番たちだ。こんにちは。僕はトゥイードルディ。よろしくね、お姉さん。こんにちは。僕はトゥイードルダム。よろしく、お姉さん。かわいいね、お姉さん。僕らと遊ばない？ねえねえ、ボス。このお姉さん、ボスの女？残念ながら違うな。じゃあフリーなんだよね。フリーってもったいないよね。僕らなんかどう？僕もフリーなんだ。試してみない？僕たちのどっちがいい？どっちが好き？それとも両方がいい？ただでいいよ。なんだ？おや、私は雇い主であって保護者じゃない。教育なんてしていないさ。子供扱いしないでよ、お姉さん。僕らちゃんと働いてるんだよ。いいギャラもらってるんだから。腕は立つよ。誰でも彼でも殺してしまう困った子たちだがね。お姉さんの顔は覚えたから安心して。殺せないよ。気軽に遊びに来てね。あんたも随分ここに慣れたみたいだな。
の騒音にも慣れた？慣れないか、あれには。銃が？そっちの世界にはないの？じゃあ数が少ないんだ。あれば使えばいいのに。あるなら使うべきだよ。活用活用。必要しなくちゃ。もったいないことするな。俺の友達が聞いたら、もったいないもったいないって大騒ぎだぜ。今度紹介するよ。面白いやつらなのに。それどういう意味？ひどいな。あんたって本当に元いた世界で普通だったの？あんたみたいな女の子が普通か。怖い世界だな。え、いや、でも面白いよ。ちょっと行ってみたいかも。だって銃は使わないっていうし、あんたっておかしいよ。変だ。
こんなにいいおもちゃを使わないなんて。手品じゃないよ。俺は早打ちが得意なの。かっこいいだろ。役に立つんだぜ。撃たれる前に撃てる。やっぱりあんたって変。俺ってすっごく普通だぜ。もう退屈しちゃうくらいに平凡、驚くくらいに凡人。ほんとほんと、すっげえ普通だよ。俺ってつまらないやつだから。友達になってね。もちろん。誰だお前。撃つなエリオット。彼女は私の知り合いだ。知り合い？ブラッドは気分次第で素性を調べもせずに知り合いになっちまうからな。知り合いって言うが、見たことないぜこんな女。どこかの回し者ってことはないのかよ。それはない。彼女はよそ者だ。よそ者？
よそ者、珍しいな。俺はエリオット・マーチ、ブラッドの相棒だ。よろしくな。なんだ？耳？耳がどうかしたか？